どうも、構図です。今回ですけども、J1 第38節浦和レッズ戦プレビュー徹底分析ということで、浦和戦の展望をやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。目次です。新潟対浦和のポイント、新潟ポイント予想メンバーと、いつもの4段構成でやっていきたいと思いますが、まあちょっとね、このね、あのパワポを作って、まあ文章を打ち込んでるだけなんですけど、この文章はもう僕のオリジナル文章なんですよ。もう毎試合のプレビューのこの文章っていうのはね、もう打ってて涙が出てきました。悔しくて悔しくて悲しくて涙が出てきましたので、ぜひ最後までご覧ください。新潟浦和、ということで、現在残留圏内ギリギリの17位の浦和と浦和レッズとの17位の新潟と浦和レッズの試合、浦和のホームサイスタで行われるわけですが、アウェー浦和のサイスタでの新潟は勝ちがなく、引き分けも少ない3分け19敗0勝、ほぼ負けている鬼門と言っていい状況で迎える残留争いの最終節であると。18位岩田がですね、20位の鳥栖と対戦するわけですが、岩田が勝ち新潟が負けた場合、1点差での勝ち負け以外であれば新潟が逆転で降格となると。要は、1点差、例えば 0-1 で新潟が負けて 1-0 で岩田が勝った場合はギリギリ新潟、これは 2-1 で岩田が勝って 1-2 で新潟が、2-1 で岩田が勝って 1-2 で新潟が負けた場合も一緒、3-2、2-3 でもそう、4-3、3-4 でもそう、1点差であれば新潟が残留なんですが、それ以外、要は、2-0 で岩田が勝って新潟が負けた、それはもう何点、1-0-1だろうが0-2だろうが1-2だろうが何点差でも、もうその時点でもう新潟降格となると。アドバンテージはあるものの、もちろん勝ち点3差ありますからね、アドバンテージはあるわけですけれども、可能性としては無視できない状況にあるし、まあ浦和が鬼門だということを考えるとですね、岩田が勝った場合の得失点差の対決、要は1点差同士での勝ち負けじゃないと、新潟は負けた場合残れない、新潟が負けて岩田が勝った場合それ以外の残る道がないっていうふうに考えると、非常に無視できない、むしろ超危機感を感じなければいけない状況であると。浦和は興梠と宇賀神の引退が発表されてます。ホーム最終戦で彼らの有終の美を迎えようとやってくるでしょうが、新潟は来季のカテゴリーがかかってますので、まあ、ここ8戦勝ちなしの不甲斐なさはプロとして新潟の誇りをかけて全力で挑んでほしいと願うばかりであると。これやっぱね、僕ずっとね黙ってた、なるべくねちょっとオブラートにあんまりなんかそのなんだろう、結構きつめの話をするのは控えてたんですよ。まあそれはちょうど、まあ、4試合で15失点4連敗した時に言ってもよかったんですけど、ルヴァンがあったんで言葉飲んだんですよ。でその後もまあね、勝ちがない、まあ、引き分けたり負けたり引き分けたり負けたりっていう風な状況で、まあ、あとはこのプレビューもちょっとコラボがあったんで、やっぱコラボ相手がいる中でさ、なんか新潟に対してブチ切れてんのおかしいなっていうのもあって、あんまそういう風な機会がなかったんで、あえてこの動画は僕単独で撮ってみてるんですが、もう僕はずっと思ってますよ、不甲斐ないなって。新潟って結局その僕はね啓蒙してるんですけど、最近よくチームの人件費を上げなきゃいけない、でその決裁権者は誰ですか、オーナーですよね、となるとオーナーの気持ちを変えなきゃいけない、新潟アルベックス新潟選手のためにもっと金かけなきゃダメだなと思ってもらわなきゃいけない、そうしないと新潟強くならない。なぜなら僕は強い新潟が見たいです。アルベックスは当然好きだから、好きなクラブだからこそ強い新潟が見たい、自分の好きなクラブは強くあってほしい、勝ち続けてほしい、これは皆さんアルビレックス新潟サポーターのほとんどの皆さんがそう思ってるはずです。そうじゃないと応援に行かないじゃないですか。見に行かない、だってでもどんだけ負けてもアルビがみんな好きだから応援してするじゃないですか。僕もそうだし、もう別に J2 だろうが J3 だろうが僕はきっと応援すると思いますよ、新潟アルビレックス新潟を。でもやっぱりそのなんだ、一回 J2 落ちて5年かかったわけです、J1 上がるために。で、それまでに、やっぱりそのブラジル頼みのカウンターサッカー、やっぱりレオ・シルバがいなきゃ、エジ・ミューソンがいなきゃ、マルシオ・リサルデスがいなきゃみたいな、もうそういうサッカー、まあそれもね、それはそれで面白い部分もあるけど、でもそれはいずれ引き抜かれるわけ。5000万しか出せなかった。ね。で、それはやっぱり継続性がないわけ。結局ブラジルガチャなんて言われてたわけよ。
で、やっぱりどん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 自利品になって降格したわけ。いい監督だって来ない。いい選手も来ない。そうなったらどん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 落ちていくだけですよ。で、そこで、まあ、コレナガ社長が来て、アルベルさんが来て、新潟というチームにボールを大事にしようっていうサッカーを植え付けてくれたわけですよ。それも、ね、まあ、2020年から見てる方、まあ、それ以降見てる方、新潟のサッカー面白いなと思ってくれてる方増えてると思います。やっぱそれは新しい新潟の武器だと思うし、それでやっぱりね、 J2 から這い上がってきたっていうのにもっとプライドを持って J1 戦ってほしい。去年はね、本当10位という成績で残留できたし、なんならトップハーフ目指せたかもしれない。で、今年もルヴァンカップを決勝行った。だからやればできるんです。やればできるの分かってるからこそ不甲斐ないなって思います、本当に。だこういうのをね、ツイッターでまた書くとね、炎上しちゃうんで、もう YouTube は僕のホームだと思ってるんで、YouTube で言いますから、僕はツイッターではもうそういうのやめようと思って言うの、バカらしいなと思って、なんか、でも YouTube では、まあ、見てくれてる人もね、きっと同じ思いだと思うんですよ。だってアルミに勝ってほしいと思って、アルミに興味持ってアルミ見続けてるんじゃないんですか、皆さん。であれば、やっぱり、選手はもっと答えるべきですよ。コメントだけじゃなくて。プレーで。だって見てて思うもん。玉木は負けてんもん。何試合続けんのよ、これを。って思う。ちょっとね、今日は、ブチギレ宇治原ならぬブチギレ構図です。申し訳ない。というわけで、裏のポイント。スコルジャ監督は浦和が残留を決めた後に来季に向けてこれまで出番の少なかった選手の起用を示唆し、前節、福岡戦ではまさにそれを体現しました、メンバー構成ね。この試合では興梠選手、宇賀神選手、共にベンチ入りするのは確実、引退試合ですしね。そして出番もあるでしょう。何分になるか分かりませんけれども。まあ、なので、彼らに出場機会が回ってくる前に、ある程度勝負をつけに本気のメンバーで来るのか、それとも福岡戦同様、ある程度のテストを兼ねてくるのかで大きく変わってくると。シーズン途中でスコルジャ監督が復帰しただけに、守備の決まり事などはまだ整っていない部分もあるだろうから、そこが唯一の狙い目なのかなと。下平選手とのね、ガンバ戦のレビュー、そして浦和戦のプチ展望みたいなところでも触れましたけれども、やっぱりガンバはね、ポヤトスさんのね、守備の落とし込み方がね、ちょっと尋常じゃなくできすぎてるんで、まあ、かなり苦戦しましたけれども、まあ、浦和はガンバほど守備仕込めてないはずなんで、まあ、そこが突破口かなと。きっとここで、個々人の、その、なんだろう、なんか連動してチームとしてどう守るとかではなくて、個人レベルの1対1頼みな可能性がガンバより大いにあるので、まあそこが突破口かなというふうに思いますし、まあ人件費でいうと3倍以上の差があると。これ、あのね、結構僕お金の人件費の話結構してるじゃないですか。でもこれって重要で、その、アルビレックス新潟のサポーターの人は皆さん優しいし、僕みたいにこうずけずけ言わない、言おうとしない方も多いと思うんで、まあ僕がね、こうやってこう啓蒙するんですけど、啓蒙しないと、なんだろう、そう、風向きが変わらないから、あえて啓蒙してるんですけど、やっぱり、その人件費の差って、如実に現れてると思います。だって浦和のサブの選手は、多分新潟だったらスタメン取れます。申し訳ないけど。なので、サブ組が出てきたとしても油断できる相手ではないのは、まあ当然認知していく必要があるし、まあ油断できない。だそれだけ強敵であるというふうな、ある程度そのリスペクトした中で、でも勝つんだという、それを上回る気持ちを見せなきゃいけないということですね。はい、新潟のポイント。引き分け以上で自力残留を決められるわけですが、鬼門のアウェー浦和戦です。6万人以上が来場する可能性もある中で、新潟としては引き分けでよしではなく、勝ちに行っての最低限引き分けが史上命題です。まあ、勝ちに行かなかったら引き分けすら取れないよねと。最初から引き分け狙いだったら負けもあり得るよねということです。まあ、8戦勝ちなしは非常に不甲斐ない現状です。試合を見ていてですね、勝ちたい気持ちが足りてないと。ここにあらずというふうに雰囲気が感じ取れると。選手自身はそうではないのかもしれないけど、その外から見てて、スタンドから試合を見ていて、どうしてもこいつからボールを取るんだとか、絶対取られないぞとか、取られたら取り返してやるという気迫がほぼないと。アルベル監督に何を教わったんでしょうかと。ボールを愛しなさいと。恋人、好きな人を奪われたら取り返しに行くだろう、お前らと。そういうふうなのをね、アルベル監督は植え付けて、ボールへの執着心というのを根付かせてくれたわけです。で、そこからね、攻撃への転換というところで、松橋監督がよりね、自由を与えて、
もっともっと新潟のサッカーっていうのを消化させてくれたわけですけれども、もうそのねシーズン最終節ですから、その集大成としてやっぱりもうやりきるしかない。最後はメンタル、やっぱり、ね、サッカーってメンタルスポーツなんだと思うんですよ。あんまりそのパッションとか感情とかの話あんましすぎるとさ、結局じゃあ気持ちで上回ればいいんかって話だけど、やっぱりね後追いディフェンスみたいな、その取られてちんたら歩いてちんたら走って取りに行くとか、その何空いてるスペースのカバーリングを全速力で走って戻らないとか、そんなのばっかりなの最近。そうだから、それだって失点シーンなんかほぼそれですよ。だからやっぱそれをね一人でもサボったらダメで、これはそのサボってる人だけじゃなくてチーム全体でそういう雰囲気させてるというチーム全体の責任。だから一人一人の問題。だからやっぱりベクトルを自分に向けなさいという松橋監督の言葉がいかに響いていないのかというふうなところが非常に心配なんですが、相手の方が質も気迫も上という試合を散々、少なくともこの8試合見せられてきました。さすがにここで負けて逆転降格になればもう10年は J1 に戻れないと覚悟する必要があるかなと個人的には思ってます。そのこれ永社長みたいなね、あの起爆剤というか、超特大ホームラン級のね、人が救世主みたいな人が新潟に来ない限りは、10年以上、千葉と同じぐらいは J2 生活、もしくは 山鹿とか大宮みたいに J3 落ちるかもしれません、大分みたいに。そういうふうなところを確保する必要があるのかなと。なので新潟というクラブを選手自ら見捨てるのかの試金石になるのか、やるのは選手なんで、僕みたいな外野がねこうわー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 、ね、好き放題言ったところで、本当にやるのは選手なんで、選手がもう何としても浦和に勝つぞと、絶対この試合勝つぞっていうなんか強い気持ち、それはプレーの一つ一つに出ますよ。最終節プロの意地を見せてほしいっていうところ、これあのガンバ戦のレビューで下平選手から聞いて僕本当に学んだんですけど、そのすごい細かいディテール、あの小野選手がね吹かしてゴール前で外しちゃったシーン、あれは長谷川元輝選手のラストパスがちょっと浮いてましたよねと下平選手指摘してました。あれがもし浮いてなければとか、あれを右足じゃなくて左足につけてればとか、そういう質、じゃあ長谷川元輝選手が浮かざるを得なかったクロスを浮かざるを得なかった状態になったのは、じゃあ秋山選手のラストパスの質がどうだったのかとか、そういうふうにもう一人一人なのよ。小野選手だけじゃないし、長谷川選手だけでもないし、あの秋山選手だけの問題でもないんだけど、一人一人のやっぱ質、 J1 っていうのはやっぱり日本でのトップリーグですから、そこの質が高まらないとね、海外行きたいという野心のある選手もいるでしょう。日本代表になりたいという選手ももちろんいるでしょう、ね、新潟をステップアップだと思っている選手ももちろん構いません。でもやっぱりそれをね、別に新潟で乗り越えられなかったらどこ行ったって乗り越えられないです。じゃあそれを新潟で見せてくれと、ちょうどこの残留がかかったね大一番ですよ。そこで、いかに新潟として、新潟の選手としてのプライド、新潟でこれだけやれるんだっていうふうなところを選手はね意地見せてほしいというふうに思っております。予想スタメン、こんな感じ。稲村選手が多分出れないのかなと、7日にね大学サッカーの試合があるので多分出れないんじゃないかなっていうふうに考えると、デンちゃんが怪我から復帰したということで、デンちゃんフルス戦ということで、もうデンマイケルで頑張ってくれというふうなところと、やっぱ前線は小野長倉になるのかなと、小野が司令塔として長倉ガンガン動かしてっていうふうなところ、あと谷口、太田もちょっと守備の連携、太田が入った方が多分藤原との右サイドの守備はだいぶなんていうか組織的に守れるかなという気がするので、これでいってっていう感じかな。一番のポイントは先制点です。毎回もう今シーズン、これはねこの最近の8試合だけじゃなくて今シーズン通して先制される試合が多すぎるんですよ。で先制されてから本気出すみたいな、だからやっぱり気持ちがね、気迫が足りないんですよね。先に点取って先制してガン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 リードすると2点3点4点5点取るぞというふうな気迫ってないんですよ今まで。そうルヴァンだとね、ルヴァンの時みたいなね、なんか首位のサッカーしてる時と、だからやれはできるはずなのにやれない、
だそのやれない期間が長すぎるのよ最近ね。そう僕はやれると思ってますし、ただやっぱそのためにはやっぱそのプレーの質と気持ち両面が充実してた状態で試合に臨んでもらわないとやっぱ難しいのかなっていうふうには思ってますので、ね、堀米選手もね危機感持ってるっていうようなあのインタビュー記事スポーツ新聞で見ましたけど、もう堀米選手がもうガンガン言うしかない、だからその嫌われ役になってもっていう、だからその嫌われ役になってもっていう選手が少ないのかもしれない今の新潟には。嫌われても言うっていう、そうやっぱりねこうアルビレックス新潟を愛する人、まあ、僕の視聴者さんみんなそうだと思いますけど、アルビレックスサポの人は本当に新潟愛にあふれてて、アルビレックス新潟というチームが好きで、ね、ずっと応援してみたいな、ね、ビッグさん行くのも日課で C パス高いけど買うかみたいな、ね、そのね、金ないクラブだからグッズも買うかみたいな、僕なんかユニフォームバカすか買ってますけど、なんかそういう風にさこうなんとか一人一人できる範囲で支えようっていう風にやって、やっぱ人気があるクラブですから、やっぱ新潟アルビレックス新潟っていうすごくいいチーム、強いチームなんだなっていうところを鬼門だと言われてる浦和で最下で見せつけてやるっていうのが最高の舞台なんじゃないですかね。最高の舞台だと思います、ある意味そこそれをちゃんと体現してくれたら、っていうプレビューになります。ちょっと感情が高ぶりすぎましたし、行き過ぎた言葉もあるので、そういうのが嫌いな方はごめんなさい。でも僕のね気持ちはもうここでね言うしかない、発信者としてはここで言うしかないし、ねえ分からない、選手とかねその関係してる方が見てるかなんか知らないけど、見てたとしたら届いててほしいし体現してほしいし、僕は当日浦和戦見に行きます、埼玉まで行きますし、ぜひね、あと視聴者の方、新しいステッカー間に合ったんでステッカーもらっていただいてね、勝ちましょうと、お互いね気持ち高めていきましょう。本当にそのやっぱアルビっていうチームがね強くあり続ける、それがやっぱり我々の望むべき姿だと思うし、せっかくいいサッカーしてるんですから、なんだろう、逃げることなくおじけづくことなく前向いて、取られたら取り返す、やられたらやり返す、やられる前にやるんだって、そういうようなところをまあ見える試合になるといいなと。まあアウェー浦和戦なんて浦和サポの声声援すごく大きいと思いますし、まあ異様な雰囲気ですよね浦和戦ってね、わかります。でもそんなの散々経験してるじゃないですか、ここにいる選手は皆さん浦和戦ってどういうもんなのかと、まあそれでいちいちどうとかなるっていうような選手じゃないっていうのを僕は信じてますし、まあやってくれるというふうに思ってます。いやー、ぜひねコメントで高評価、いいねボタン、多分悪いねボタンが結構押される気もするんで、いいねボタン皆さん押してください。そして、コメント、チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。